はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの、エルマリート 28mm になります。はい。ご覧の通りの、ライカエルマリート 28mm ですね。シリアルが3768324ですので、1997年製の、ドイツ製のエルマリートということになりますね。ライカのレンズの中では比較的新しいレンズということになっております。はい、ご覧のようにですね、外観から見ていきますけれども、こちらの黒強度ですけれども、うっすら使用感ある程度でですね、文字のかすれもなく、やや、薄いですね、塗装の摩耗がある程度で、目立つ擦れ傷、当たりへこみは見られないですね。非常に綺麗です。ご覧の通りの感じになってますね。はい。はい。レンズも前玉、後ろ玉ともに大変綺麗ですね。曇りカビとか、擦れ傷、コーティングの剥離は一切見られないですね。ゴミ釣りの混入も見られません。はい。絞り膜も非常に滑らかに動作してますね。非常に綺麗で、油の乗り傷ありませんね。はい。ピントヘリコイドも、非常に滑らかに動作してまして、はい、グリス切れなどは一切見られないですね。無限ロックはないバージョンです。はい。付属品がこちらのリアキャップと、はい、純正のですね、フロントキャップじゃなくて、フードがついています。こちらが、はい、このように、つく感じになってますね。で、こちらのですね、フードキャップ。こちらこのままつけていただければ、フロントキャップの代わりになるという感じですね。こちらの、セットをお付けいたしております。はい。ということでですね、大変状態のいいですね、こちらの、ライカエルマリート 28mm F1.1 が 2.8 ですね。前後キャップと専用フード付きということになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。